皆様こんばんは。アイモンビオ部へようこそ。今日は長持ちするジェルネイルをしたので、その方法を紹介します。まずね、爪を短く切ってアーモンド型に削ります。なんで短く切るかっていうと、爪の衛生管理もあるけど、その方が爪が折れにくいし、もろくなりにくいからです。あと、アーモンド型に削る方が四角い爪より、圧倒的に強いです。衝撃とかに強いです。だから爪が弱い人はアーモンド型に爪を削ることをおすすめします。もうちょっとね、長くしたい人もアーモンド型にすることで爪が欠けにくくなります。で、甘皮は処理してください。で、ベースコートは 2,3 回塗って、それからジェルネイルを 2,3 回塗ります。最低でもね、2回は塗った方が強いと思います。で、2回塗って、硬化したら多分自分でやったら40分ぐらいはかかるし、強くしたいならベースコート2回、あとジェルネイル3回重ね塗りすると、もう1ヶ月以上はどんだけ家事しても余裕で持ちます。でね、1時間ぐらい多分自分でして、慣れてない人はもっとかかると思うんだけど、それでもね、ネイルサロン行って帰ってきたら多分2時間ぐらいはかかると思うので、家でネットフリックスとか見ながらゆっくりやればそんなに手間ではないと思います。すごく簡単だし、マネキュアよりずっと持ちます。でね、このネイルポリッシュは全部トクシックフリーで香りがないです。嫌な香りがしないし、これがすごくおすすめです。爪が弱い人はこの敷きまといネイルとか5分ネイルっていうネイルがあるんですけど、それも塗っても爪に害がないし、子供とかお年寄りにも介護施設でも使われてるぐらい爪とか体に優しいネイルなので、そういうネイルを選ぶことをおすすめします。このね、なんでこういうネイルを紹介してるかっていうと、この上から塗ります。色を変えたいときはこういうナチュラルな色でジェルネイルしておいて、上からピンク塗ったりブルー塗ったり、その日のお洋服によって合わせることができるし、このネイルポリッシュはアルコールで簡単に落ちます。ほっといても3日ぐらいで綺麗に落ちてくれます。これもすごい、なんていうのかな、ティファニーブルーみたいな色になります。塗ったらすごい綺麗、涼しげな色です。で、これはね、もう典型的な可愛いピンクっていう色です。でね、指、爪と手の保湿はまずこの化粧水でマッサージしてからハンドクリーム塗るとすごいしっとりします。でね、これは無印良品のアルコールフリーの、パラペンフリー、アルコールフリー、無香料、無着色、無鉱物油、弱酸性って書いてるんですけど、すごく敏感肌の人にこの化粧水超おすすめです。私はね、もう1本買ってもすぐ使っちゃうので、いつも無印に行ったらこの 400ml の買います。アメリカではね、あんまり無印ないから買えないんだけど、日本に帰ってきたらいつもこの化粧水を全身に使ってます。ネイルオイルもいいんだけど、どうせ買うならいいものの方がいいです。100均とか安いネイルオイルはあんまり効果がないので、買う意味があんまりない気がないと思います。で、100均のネイルオイル買うなら、もうキッチンにあるオリーブオイルを爪のこの根元に塗っておいて、塗っておく方がいいと思います。ネイルオイルってね、実際買ってもあんまり使わなくてどっか行っちゃったっていうケースがほとんどだと思うので、ハンドクリームで十分です。ハンドクリームにもオイルって含まれてるし、同時にね、ハンドケアと手のケ、指の、指じゃない、爪のケアができるので、どうせ買うならハンドクリームがおすすめです。でね、やっぱり手の保湿してる方がジェルネイルの持ちは全然いいです。これはね、ネイリストさんもいつもネイルに行くたびに言われました。ハンドクリーム塗ってくださいねとか、ネイルオイル塗ってくださいねとかいつも言われるので、
やっぱり持ちを良くしたい人は家事をするときに常にゴム手袋をして手の保湿もして、であんまりね、アルコール消毒を 手にしない方がいいです。やっぱり持ちがアルコール強いアルコールを何回も手にかけて消毒してるとやっぱり浮いてきやすくなるので、できればねこういうアルコールじゃなくてアルコールフリーの消毒剤を使うか、もしくはもうねアルコール一切使わないで手洗い、手を清潔に保つのは石鹸で手を洗って爪ブラシで爪の間を洗うとかして手を清潔に保つようにしたらいいと思います。でね、アルコールで死なないノロウイルスとかロタウイルスというウイルスもあるので、うん、手はね石鹸で洗ってきれいにするのが一番手にもいいし、これからねインフルエンザとかコロナ対策にも手洗いうがいが一番やっぱり無難です。うん、ピンクベージュという色です。これは別にベージュでもいいと思うし、薄いピンクも可愛いと思います。ちょっとね赤みが入ったすごい薄いピンクとかでもすごいナチュラルだし、全然うん、伸びてきても目立ちにくいと思います。黄色とかねピンク濃いピンクとかはジェルネイルは自分で外せない場合、伸びてきたりかけちゃったら汚くなりやすいし、うん、あんまりね器用じゃない人はジェルネイルするときはこういう色が一番おすすめです。うん、本当に私の皮膚と同じような色なんだけど、今ちょっと今日家事をたくさんしたので手が真っ赤になってるので赤みが出てます。こっちはこんな感じ、うん、これぐらいです。厚さはこれぐらいあります。参考になれば幸いです。みんながねまたおすすめのジェルネイルの色とかあったらまたコメント欄で教えてください。おやすみ、バイバイ。